やられれなきゃそだそうだそうだタが思い出せないわあの派手ィの考察機 YouTuber とよくしゃべる脚本家のやうわんだっけな無限まやかしな おーしますおきです。高野湊です。無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。ますえー、というわけで、えー二千二十二年秋クールのフジテレビドラマサイレント第十話のえー五個目の感想になります。はい。ね、えーまだの方は丸一丸二丸三丸四と聞いてからここに来ていただけるといいかなと思いますけれども、はい、えー、時系列で追っておりまして、はい。えー第十話の今やっとですね二十九分四十秒あたり、<laughs> えーそう。 君と、えー、港がですね踏はい、もうここも素晴らしかったですね。はい、で、これで踏切で、うん、あの、こう、歩いてきたら、はい、港が踏切の向こう側に見つけるわけですよ。そうね <laughs>、うん。で、これで、踏切の向こう側に見つけて、あ、うん、って言って、うん、一瞬行こうとするんだけど、うん、ちょっと思い立って、うん、こうスマホを取り出すんですよ、ね。はい。で、これが、さっきの、えそ、ー、うとつむぎのシーンでは、 えー、断絶されてないのにわざわざ自分たちから離れていく二人というと。そうでしたことで断絶しないものとして踏切が出てきてたんだけど、はい、今回は踏切が開けるところから始まるんですよね。ねっていうところで、<う>はい、もう二人の間にはもう何もリミットはありません。そ<う>ないですっていう。いう境目はないですっていうために踏切が使われてます。で、このお膳立てがあった上で、はい、もうふっとこう、そうくんが、うん、あの、スマホを見たら、はい そうって言って帰ってやって、で、振り返るんですよ、笑顔で。一回振り返るのよ。これ、最高、これこそ、最高の、まあ、伏線回収って言っちゃうとあれだけど、ね、やっぱ3話でね、はい、あの、みなとくんは、ただ名前を呼んで振り返って欲しかっただけなのにって言って泣いたわけですよ。はい、当時の思い出。で,で、当時も、そうって言って言ったら、無視されて、うん、無視すんなよって言ったら、振り返るっていう、うん、うんうん もう、類戦崩壊シーンがありましたけど、うん、もう、それの反復を、これ以上ないっていう反復をここでするっていう。全く同じカットだよね。そうですよ。全く同じカットだ。しかも、うん、これね,あのね、ポイントがあって、はい えっと、2話のラストも、実は同じシチュエーションで会ってるの。なるほど。港くんは、ずっとそう再会できなかったそうくんと、ハンバーグの話してると。そうそう、ハンバーグの話してる、あの、つむぎちゃんとそうくんに、あの、線路の、あの、踏切の向こう側であって、急にホラーみたいになんか、あの、サブタイトルがフッて消えるっていうのあったじゃないですか。だから、二人の再会は、こう、すごい戸惑いとともに、あの、あったのに、今ではこの踏切っていうの。そうだ。 に、もう同じ場所で。因縁の場所だったのが、そう,そうそうそう。因縁じゃない場所になったよ。因縁じゃない場所にう感じですね。しかもね、これね、制作上のあの話でもね、うん、これ素晴らしくてね。<お>だからこれ、つむぎちゃんのあの、踏切のシーンあったでしょこれ多分同じ日に撮影してるんですよ。だからあの、そのロケの日にちも圧縮できるっていうね。うー。もうね、もう一石何聴なんだっていう。スマート。 スマートですよ、みんなのためになってる。そうですよ。みんなのためになってるのもこう、作者のね、こだわりで。ありがとうってことですね。作者のこだわりと、あとその、現場の、あの、こう、負担の軽減っていうの両方兼ね備えた。両立してると。素晴らしいシーンですね。こういう脚本家さんは重宝されますね。なるほど。本当に。勉強になる。はい、もう僕も勉強になりましたよ。もうこうやればいいのかと思って。で、それで、まあ、一緒になって、はい。で、お家に行ってね。はい、ここ。 面白いよ、これ。ここ面白く、ここもう、あの、みなのお家ですよ。入るやいなや、早いよ。あの、パンダを、取って、ベッドに投げ捨てましたね。早いよ、これ。ここでやっぱり、あの、証明、我々の説が証明されたというか、はい。やっぱりあのパンダは、あの浮気防止のパンダだったんですそうね。えこれ第何話の何個目だったかな。若い人、ちょっと YouTube コメント欄に書いてほしいんだけど、そうそうそう。そう。 あのー、うん、人が入ってきたときに、そ,<う>その、紬の匂いがするように、そう、置いてあるっていう用途のパンダでもあるという。<laughs> そうそうそう、だから、でもあるという。だから、ちょっとあの、女の子と宅飲みとかしちゃったときに、あの、心に、はい。なんかその、あの間が刺さ,さないように、はい、こう、あの、女の子が、はい、うわぁ、何このパンダって言ったら、はい、触るな触るな,触るな <laughs> 汚鍛えてて触るな <laughs> 何 みたいな。っていうためのパンダだと思ってたら、あの、マスターにそうだった。そうね。だからこれは、あの、その、つむぎちゃんへの、これまさか、でもまさかなのよ。ここで連れ込むのが女の子じゃないわけ。確かに。そうくんなのよ。だからこれは、あの、つむぎちゃんに対して、ごめんね、そうくん、ちょっと今日だけ借りるねっていうのよ。なぁ、いや、だからその構造だったんだなっていうのも、やっぱ3話の、あの、どんでん返しですよね。そうそうそう。で、これで、 パンダを置いたままだったら、うん、ごめん、やっぱり家に入れることはあって、うん、なりそうなものを、うん、もうパンダ投げ捨てちゃうわけ。うん、もう今はそういうのいいから、つって。やっぱ、当て馬っていう言葉はこのドラマを語るときには使いたくないけど、うんうん、まあ明らかに紬が当て馬じゃないので言うけど、<laughs> はぁ、あ、紬が当て馬だったんだって。<laughs> 思ったイさんはあの時の気持ちを思い出すよ、ね。そうですね。思い出しますよ。<ー>そう、富樂の話だったんだ。そって思うんだけど、やっぱこのドラマの後半に来ると、その二人はやっぱ円満すぎて、まあその二人の中でドラマが出るっていうより変わるっていう感じですけど、ねまあね、このメイキングのシーン見ました見てのツイッターでこのね、うん、パンダ投げるシーンのメイキングがあるんですけど、うん、最後にパンダがポーンって、 あの、こっち向いて着地するように、うん、投げる、こう、鈴鹿王子さんがね、何それ ?10 回トライしてる、10回分の映像が全部ツイッターで流れてるんですよ。何それそんなこだわりやんのでもね、異常にこだわってる <laughs> パンダ。パンダがこっち向いて着地する前にカット切り替えてるんで、<laughs> その、なんか10回の努力必要だったのかとはまあ思いますけど、でもなんか投げたものがパンダだってはっきりわかるように、ううパンダの顔がこっちに迫ってくる投げ方。ああ、なるほどね。してる。あの、ラグビーのボール投げる時にこう、 何回転させるとかそ筒型でこう投げるみたいなことでできるようになるのに十回かかったらしいですよ。だそのそのメイキングでもマジで面白いから。面白そうだそう、見てだから、あの、人に、家に、人の家に行くときにさ、ごめん、1分待ってとか、5分待ってとかいや、5分で何してんの別に変わんないよって思って、寒い外廊下で待ってるときあるじゃないですか。あのときに、みんな、 何個のパンダを投げてたんだろうって。<laughs> <laughs> パンダみたいなさ。そういうことですね。その人にとっての魔の、ね、魔除けの魔のものをさ魔けの魔のものをね。こう、浄化してたわけでしょ。うん、そうですね。って思う。<laughs> 浄化してた。ゴミとかじゃないんじゃない,いゴミとかじゃないんですよ。うん、あれは。だから、そういうことだ。ね。で、それで、まあ、あの、二人で話すんです。これ、あの、そうとはみなとのね。 これ、戯れ、いいですよね。はいはいはい。この、あ、そう、で、ここで、ミナトくん、ありがとうって手話でやるんですよ。だから、わかるこれで、あのね、えっと、港くんのありがとうは、まあその、お酒持ってきてくれてありがとうじゃん。でも、結果的に、ミナトくんって、今、いろんな人のありがとうを背負ってきてるわけ。それをソく君に今伝えてる。なるほど。うん、だからもう、あ、これ、これもありがとうリレー。なるほど。お裾分け。えええ。お裾分け、ありがとうの裾分けですよ。で、これに対して、うん。宋が、早く他にも手話覚えろ。 っていう、そ, <laughs> そ,う,そ,う,そう。手話できるマウントを取ってるっていういいんですよねで。いつまで機械に頼ってんだよ。そう。それは結構この10話の割と色だなっていうふうに思ってて、うんうん、やっぱ手話できる側の人ができない側の人にこうマウントを取るっていう、その対等っていうかこっちが上やでみたいな、なお、こうコミカルにジョークとしてやるシーン。で、結果的に説明しないっていうシーンが多いんだよね。はい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 。その居酒屋の人にも説明しなかったし、うね、その港にもわかんないように、 その後、いや結局教えてくれないんかいみたいなのも含めてジョークにしてるっていうのが10話の割と特色かなと思いますね。そうですね。うん、ここでまあ話し始めようとしたら、つむぎちゃんから、次いつ会えるっていう。うん、そうだ。あの、 ちょっとめんどくさくなっちゃった女の子の、あの、ライン。まあまあまあ違うけどね。違うけどね。違うけどね。でも、まあこれ来たらちょっと、あの、ざわっとしますね。まあね。まあね、そうはスルーしましたね。そうそうはスルーするんですよ。だからこれも本当ちょっと、ちょっとめんどくさくなっちゃった。そうね。前回とかは来ただけで、にこって笑ってた。で、お母さんのラインはめんどくさい。みたいな感じでしたけど。返さないっていうね。そう、そしたら、 あの、ニンダト君がニヤニヤしながら、はい。青葉、いいよ、変身しなよって言ったら、うんっつって、今更気使わないでよ。ヒカルからいろいろ聞いてるし、なんならヒカル早く付き合ってほしいって感じだったよ。そういうことじゃないな。ねうんっつって、あの、書くわけですよ。書き言葉に込むわけですよ。で、耳が聞こえない以外、何も変わらないって言ってくれたけど。いや、これよ。これよ。で、これ、これは4話のラストで言ったことですよね。はい。その、あの、フットサルの。フットサルのところで言ったことだけど、これに対して、 変わったことが大きすぎる。はい。って言って、はい。ここもね、打つ時間もそのまま使ってる感じですよね。そうそうそう,そうで。まあこれに対してやっぱみなとくんももうそうとしか言えないわけです。うん、で、それでまた打つんですよ。うん、好きだから一緒にいるの辛くて別れたんでしょって言って。うん、これさ、うん、やっぱ二人って親友なんだなって思いますよね。なるほど。やっぱ分かってんのよ。うん。その、 あの、そうくんは、この、みなくんの心理っていうのが、すごくよくわかってるし。で、これで、同じっていう、手話をここでわざわざ使うわけですよ。はい,はいはいはい。やっぱり、そうと、ね、あの、みは同じなんですよね、うん。なんださん、最初に教わった手話ですか、ね、そう,そうこれ最初に教わった手話ですよ。また同じが出てくるんですけど。で、これに対してのミナトくんが、そうが決めたことなら、うん、別にどっちでも何でもいいけどさ、うん、俺、そうみたいに、アオバのことそうにあげるとか言ってないし、うん 二人に付き合ってほしいとも、付き合って欲しくないとも、どっちとも思ってないよ。二、うん、人の好きにすればいいって思ってる。うん、俺もう部外者だから。うん、関係ないから。うん、でも、また青葉に何も伝えないで、勝手にいなくなるとかは、絶対許さないからっていうのがね、うん、これ、ちゃんと言うんですよ、うんで。しかも気づきました、これ。うん、また青葉に何も伝えないで勝手にいなくなるとかは絶対許さないからは、うん、ここだけは、そうの目を見て言ってるの。なるほど。 途中まで機械スマホに向かってじゃなくてっていうね。でもこれに対して、そうくんは目を合わせられない文字を追ってて。いや、だからこれがさ、その入り口はさ、青葉、返していいよっていう、その、まこちゃんがつむぎに言ってたみたいな、なんで付き合わないのみたいなコミュニケーションに、入り口は見えると。で、それに対してそうくんが真顔で、いや、そういうことじゃないと。その二人の付き合う付き合わないとかじゃなくて、俺のメンタルの問題なんです。メンタルっていうかその、心の整理の問題なんですっていう、 回答するところまでは、多分、紬と層は通じ合ってると思うんだけど、そこから、トがさらに一歩踏み込んでくるのは、うん、いや、トはそういう意味で言ったんじゃないと。付き合っちゃえよ、みたいなこと言ったんじゃなくて、うん、いや、関係ないから。うん、ただ、その、コミュニケーションは使えよ。うん、言葉は使えよ。うん、っていうことを言ってるわけじゃないですか。うん、そうそう,そう何も言わないで言葉足らずで去っていくっていうのは、ずるいし、大人なんだからもうその手はダメだよっていうことを言ってるのが、今回のこのドラマのテーマと、 通じてるっていうか。そうね。だから、ここでも関係ないからって言葉は出てきますよね。うんうん、今までも何度も出てきて、うん、やっぱり最初はその、あの、そうからつむぎちゃんへの、ちょっとあの、拒絶というか、うん、一旦の、区切る関係ないからで、うんうん、で、お母さん、つむぎのお母さんからつむぎへの関係ないからは優しさだったけど、この関係ないからね、この優しくもあり厳しくもあるというか、うん ちゃんとミナトくんがただの優しい人じゃなくなった、うん、瞬間。あなるほど。そうとも取れるのか。でも本当の優しさだと思う、うん、これは。うん,うん。うん、事実を言ってるっていうか、と冷静っていうかなんか、まあみんな違うんだよっていう話なんだけど、うん、でもやっぱ釘刺してるのは、その言葉は使えるかどうかわかんなくても使えろって言ってる。うん っていうところですよね。それはそうならできるっていうことで言ってるんだとも思うし。うね、ただ逃げるなよっていうことじゃなくて、うん、言葉で向き合えっていうことを伝えたいシーンなのかなと思いました。うんうん、そうそうそう。うん、で、向けててね、これでラストに行くわけですよパンダのカットがね、一瞬挟まるそう、パンダのカットがね、一瞬挟ま,まる。だからこれは紬の象徴ですからね。そうですね。イコール紬ですから、パンダは。だから紬がある種、蚊屋の外にいる状態で、ミナトとそう。とのコミュニケーションも、 行われているが、がっていうところだよね。まあ、これは見え、見え方いろ,いろあると思う。正直、このシーンは。うん、でもまあ、ここはやっぱり、その、港くんはちゃんと託したってことじゃないのって,って、ね、そうね。関係ないって言ったのが一個、うん、変化は。別にその二人の間で決めたっていうよりも、うん むしろちょっと、ちゃんとそうくんにこう、釘を刺した確かに確かに。そうですね。今回はちょっとその、勝手に決めるっていう。もうちゃんと二人で決めなきゃダメだよっていうこと。トは離脱したっていうことですね。そうそうそう。で、最後にその、ね、つむぎちゃんの家に行って、急にごめんねってうん、家の方がゆっくりできていいよねっていう話をしたら、その、だから急にだったから、だからあの、いろいろやってたんですよね。つむぎちゃんがちょっとお仕事的な感じで。 で、それで、そうだ、そうだ、ポップを書いてたんですよ。ポップを書いてたんですよ。で、それでイヤホンを手に取るわけですよ。またあの出しっぱなしのイヤホンをね。で、それで、仕事で聞パー出しっぱなし ?100% 出しっぱなし。100%出しっぱなし。もういつ充電してるんだって言われて。ネわるそうそうそう。なのかなつって。で、それで、あ、仕事でかか聞かないといけないのあって、さっきまで、で、あの、ポップとか書くのに、つって、そうくんが、イヤホンを耳につけて、スマホの再生ボタンを押して、音量を上げていくわけですよ。 ねね、で、これ、あの、一瞬陰謀論ね。はい、これ、あの、バルミーライフっていう曲なんですけれども、はいはい、まあ、タイトル、あの、直訳すると爽やかな日々みたいな感じなんだけど、<う>バルミーっていう言葉に、<う>あの、えっと、スラングで、<う>まともじゃないっていう意味があるみたいです。なるほど。だから、ちょっと、この、あの、気持ちのざわざわを暗示してるのかなとか、ちょっと思っちゃったっていう。うんうん、な,るなるほど、なるほど。すっごい爽やかな曲じゃない、あの、流れるのが。 黒いっていう最近のバンドですよね。あ,あ、そう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 ,そう。2018年デビューらしいので。そうそう,そうそうそう。そうくん君は知らない可能性がめっちゃ高いですね。ここ3年の、うん、えー、人。 そうそうそう。わざわざ選んでるっていうことだと思いますね。で、この曲にした意図を一瞬考えて陰謀論だけど、そういうこと考えちゃったっていう。まあまあ、陰謀論陰謀論です。陰謀論でした。まあまあまあ、でも、うまくはないかもしれない。ね、で、それで、どんどん音量上げていくから、つむぎちゃんがイヤホン外してあげるわけですよ。もう、ちょっと何かがおかしいと思って。どうしたって言ったら、ここで、寂しそうに微笑んで、首を振るわけですよ。 もうこれ、これ、あんま見たくなかったそうくんですよ。つむぎちゃんにとっては。で、これに対してつむぎちゃん聞けないわけ。これは言いたくないことだと思ってるから。だから、あの、話をそらすんですよね。その、寂しそうな顔したときは、多分言いたくないことだっていうことが分かってるから、映画見るって言って話をそらそうとするんだけど、手を掴むわけですよ。で、これ、あの時の、 一緒ですよね手掴む構も全く同じあの7話のラストですよ抱きしめた時と同じですねはいそれで「何?」って聞いたら「名前言って」「名前?」って言ってこれ手話と声で「そうくん」って言うとそれでやっぱり何かちょっと何も言わないそうくんだから背中をなでてあげて「大丈夫?」って言ったら「あおば」 どんな声してるって聞くんですよ。これ、あれですね。6話のラストで奈々さんがつむぎちゃんに、わーって言った時の、そうくんどんな声してると対応してるんですよ。そうですね。でもさ、青葉どんな声してるって知ってるはずじゃんっていうことなんですよ。だから変わってないよって声変わんないよって言って。で、ここで同じの手話使ってる。同じだよっていう。さくらんが知ってる高校生の時の声と今も同じだよ。これでもう一回同じって使ってるっていう。で、ねどうしたの 最近ずっと気になってた。たまに寂しそうにするの。私が見てくれるなら言葉にするって言ってくれたじゃん。なんか言いたいことあるって言って手話封じです。ここで手話封じが出ました。もともとね、左手は封じてるんだよね、ずっとね。そうですね。こう、手引っ張ったところで、片手は封じてて、紬は右手だけで戦ってる状態なんだけど、右手も封じましたという。封じて、ところね、これは。青羽の声、思い出せない。あ、で、そうの右手は空いたのか。そうそうそう。 で、つむぎは多分左手だけど手話できないんじゃないかなと思いますね。で、あの頃したくだらない話とか、一緒に見たものとか全部覚えてるのに。覚えてんのよ。月の話とか全部覚えてんのよ。多分そう覚えてんのよ。アオバの声がどうしても思い出せない。で、手話で話せるよって言って返すんですよ。で、目の前で楽しそうに笑ってるのに、笑い声が聞こえてこない。駅で再会した時、手話で何言ってるか分かんなかったでしょって。 うん。別れた理由言ったんだよ。うん。電話もできなくなるし、一緒に音楽も聴けなくなる。そう分かってて一緒にいるなんて辛かった。だから別れた。うん、ね、ここがさ、うん。そうだったじゃんって思ったのよ。うん。こ<れ>言ってたじゃん。うん、言ってたじゃん。うん。なんか忘れちゃってたよ、俺。うん。<れ>解決してきてるのかなって思っちゃってたかもしれない。そう,そう。これ解決してなかったじゃんって。うん。 ね<で>そうの中では、引き続き大事な問題だったそ。そう,そうそうそう。でも、あの頃はそう思ってたってことでしょって言ってしっかり返したんだよね。うん、つむぎちゃん。これ、これよく言ったと思ってた結構意思持って返したな。う結構すぐ出たな。よくすぐ出たなと思う。うん、ね、でも、やっぱり首くくって涙を流しながら、うん、やっぱり辛かった。一緒にいたいだけって言ってくれて、うん、顔を見て一生懸命話しかけてくれて嬉しかった。うん、でも一緒にいるほど、話すほど好きになるほど辛くなっていく。うん 青葉があの頃のままだって分かるほど自分が変わったことを思い知るっていうのがさ、うん、だからもうこれは最初の、この10話のシーンの最初では、青葉変わらないでっていうのがあったけど、うん、でも自分は変わってしまったんだってことだし、はいはい、CD のね、ケースの世界の話ね、そうそうそう。いやーもうこの気持ちはさ、うん、もう、もうしょうがないよ。な、うんで,でかっていうと、やっぱその、 今までも散々話してきたけど、はい、これやってみないと分かんなかったんだよ。うん、そうくんだって。うん、なんか俺がさ、あのさ、唐揚げの例言ったけどさ、あのこう、なんていうの、だから、つむぎちゃんはラーメン二郎なわけ。うん、で、いけるかなと思うんだけど、うんうんうん 一回目で、あ、やっぱり腰痛くなるので、うん、で、やっぱり何度も食うわけ。うん、何度も食うと、どんどんカロリーが溜まっていって、どんどんデブになっていって、うん、どんどん腰が痛くなっていくの、うん、これは、やってみないと分かんないのよ。うん、だから、あの、そうくんは、うん、なんかね、あのね、なんかね、いくつかね、コメントとかね、あとね、ツイッターとかで見てね、 つむぎちゃんのこと考えてなさすぎみたいなことを言う人がいたの。つむぎちゃん一生懸命手話を覚えたのにとか。いや、そんなことわかってるよ、それはわかってるから伝えるのに戸惑ってたわけですよ、ねうんそう。そうそうそう。で、わかってるけど、うんうん で、これ、辛くなること、最初は楽しかったが勝ってたんだよ、絶対。でも、ずっと一緒にいればいるほど辛いの方が勝っちゃったっていう話じゃん、これは。自分の中で辛さが決壊しようとしてますっていうことを先にアナウンスしてるっていうことかなと思う。だからもうこれはしょうがないんだよね、ほんと。で、しかも、 これはね、10話じゃないと言えなかったの。10話までかけて、うん、で、あの二人の関係性が少しずつ少しずつ進、んできたからこそ、うん、この悩みが浮かんでる。うん、だから、この、ま、事前に、そうくんが相談することもできなかったし、うん、あの、派閥。シミュレーションすることもできなかった、うん。できなかった。ね。あの、 多分、ちょっと想像はついたかもしれないし、想像してたから、あの、8年前に、すべてを経った。だけど、でも、やっぱり出会ってしまったら、それは、やっぱり嬉しいし、楽しいし、一緒にいたいと思ってしまうのは、それはもう人間の差がじゃん。でも、それがどうしても、どうしても決壊してしまったんだっていうことがこれで、で、それで過去のシーンにボンと映って、で、これでさ、授業終わってさ、 いや、聞いてってさ、うふっと立ってさ、つむぎの方に行こうとするんだけどさ、一旦魔法の言葉を聞いてたのは停止するわけ。停止してちょっと座ってたら、さく桜くんって、言われんのよ。サブタイトル。流れる。こんなんさ、どんな演出してくんねんと。ねえ。一回立ち上がってるからね、そう。一回立ち上がってんのよ。で、それで、 あの、桜くんって言われて、う嬉しそうにちょっと笑うんだけど、何事もなかったかのように、え、何みたいな感じで。これね、港に向く顔と違うのよ。違うんだよな港に向くときは、へへー。そう。っていう顔で向くんだけど、何がうん。どうしたみたいな。そう。よやるわ。これはこれでよそ行きの顔なんだよね、そうくんにとっても。で、まあこれはなんか言う、言うほどのことじゃないかもしれないけど、最初に、 そうがつむぎの方を見たときには、つむぎはそうが見てることに気づかない。うん、で、そうが見られてないふりしてるときに、え、えーあ、気づいてないふりしてるときに、つむぎが見てこっちに来るっていうのが、うん、まあ、踏切のシーンと一緒だうわ、本当だ。一緒だまあまあまあ、でもその程度の話なんだけど、うん。でもここはちゃんとつむぎんちゃんの方からいけてるってことですよね。<う>だからそれ高校生だからなんですよ。<う>高校生じゃないから、あの、無責任に付き合いたいとか言えないよい。そう。だからつむぎは踏切で立ち止まったままま、あいけないんだよねっていう。 ま、対比、対比、対比だけど、対比ばっかりだけど。あと、魔法の言葉ね。これちょっとさ、あの、ちょっと若干水差すみたいな感じなんだけど、なんか、あの、ネットで見て、はい。あの、え、じゃあ告白される時も停止してたってことじゃんって言ってる人がいたの。え ?1 話で。第1話で、はいはいあの、その、えっと、ずっとそのイヤホンしてた、そうくのところにタダタって走ってきて、好きです、付き合ってくださいって言ったら、え、何みたいな感じで、はい。言うじゃない。 あれ、あれも停止してたってことじゃんって言ってる人が結構いて、ちょいちょいバズってて、それはなくないって単純に。だって気づかないじゃん、普通に。後ろにいましたからね。今回はほぼ横にいたので、お互いが見えるところにいたけど。俺、ここで、なんであえて魔法の言葉を使ったかっていうのを考えたとき、あの、告白した時の、あの、前後の一番いいうん の思い出ってことだと思った。なる,なるほど、なるほど。あの、なんか、魔法の言葉自体は別に全然この時期よりも前の曲だけど、やっぱりなんかあの、その、なんかの曲にこうハマってる時期ってあるじゃないうんうんこうやっぱそうくんっていろんな人のいろんな曲聴くのはもう分かってる。うん、そうね、昔の人のも聴くっていうことは分かってますね。うん、だからやっぱりその、音楽好きだとやっぱ、うん、 これヘビロテする時期みたいなことあるわけです,まあまあですね。お互いの中で共有しているヘビロテがあるかもしれないしね。うん、で、これ制服も同じ冬服だから、うん、まあ多分同じ時期なんですよ、ね。確かに。だから、こつむぎが、あの、告白して付き合った時期と、多分この、あの、呼ばれて、あの、嬉しそうに、こう、振り向く時は、うん、多分同じくらいで、うん、で、この時は多分本当あの、一番すごく大好きだった時期なはずだし、うん、あと俺なんなら願望なんだけど、うん、これね、あの、 付き合う前だったと思いたいの。お、なんでなんでかっていうと、あの、これは両思いだったという証明だから。なるほど。になるから。なるほど。あの、1話の段階で、あの、紬ぎの方から告白して、た時は、はえっと、そうも、なんとなく好きなんだろうなっていう感覚はあったけど、その証拠みたいなのがあんまなかったのよ。まあね。そうからの矢印が、うん。名そう目線ではなかったよね。そう、そな情報としてはあったけど、そう、情報としてはあったけど、そ目線。と、に聞いてきたみたいな話とかはあったけど。そうそうそう、みたいなのはあったけど、でもこれは、 ちょっと付き合う前で会ってほしいなと思ったのは、そうくんも本当に大好きだったっ確かに。確実にそう目線からの好きが溢れてるシーンですね、うん。そうそうそう。だから、なんとなく付き合う前だったらいいなって思ってるっていう、うんうん。なるほど。いや、それは分かるシーン。うん、だからみんながこう盛り上がってるシーンだと思うな。そうそうそう,そうそうそう。あの、このね、前向いてる顔はもうニやつきが止まらないのに。そうなのよ。ちゃんと振り返るこう、首が動く、こう、間にこう、何が どうしたの顔に。なってる。こっちは冷静ですよ。こっちはそんなに君のこと好きなのか分かんないっすよ。みたいな。そうなんだよな。そういうことするんだよ。モテる。モテる。モテるよ。これはモテるよ。でももういい。あの、二人でモテ決戦してるんだから。もういいよ。これは微笑ましかったよ。てか、微笑ましくない。もう、ボドボド泣いてたよ。俺で、それで、現在に戻って。はい。でだからクンって言ったら、 声が聞きたいって。もう聞けないなら、また好きになんてならなきゃよかったって。春尾春尾どうしたなんでなんであそうそう、春尾の方に。そ春尾先生のせりふ言ってんのよ。しかもこれ春尾先生、そうには言ってないから。言ってないのよ。春尾先生は紬にしか言ってないですから。だからこれ予言なのよ。そう、予言。だから言ったじゃないですか。そう。あなた、あなたがそう思うとは一言も言ってませんよっていう。私は大丈夫です。そう。あなたは大丈夫かもしれませんよ。 バサ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 って,って洞窟の中で、イチャイチャ盛り上がって,てるね。酒飲みながら盛り上がってる、ね、当,て当たっちゃったよ、よく <laughs> また。おめえ、またやったのかな。またやったのかな、つ <laughs> って。<laughs> いや、まあ本当にそうなのよ、でも。ちょっとちゃかしちゃったけど、ここは、きつい。いやもうね、もう、物語の構造としてはね、悪魔の呪い以外の何者でもないのよ、これ。本当そうなんだよね。だからもうここで、あの、その、春尾先生のあのフラッシュバックがポーンって入ってもいいから。全然いい、全然いい。もう本当に、つむぎちゃん、あの、つむぎちゃんが見てるあの、そうくんの後ろにあの、春尾先生の幻影立っててもいくらいこうやって。全然いい。だから行ったじゃないそうそうそう。で、パって、もう一回見たらいなくなって。 <laughs> ですね。いやー、窓の外に立っててもいいしね。ね<ー>っていう、もう1話とぐる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 繋がってくるところが、もう大量というか、もうほぼ全部それっていう感じで、で、うん、それ以外にこう、ちょっとコメディとかが増えてきた感じもするっていう。十、うんうん、10話はそうだった。だからやっぱ総決算だと思う。そうだね。もう締めにかかったけど。そうん、ソウと紬以外のキャラクター、 たちは、もう一種浄化されたというか、うね、もう何も、もう悩みはないです。っていう、うん、とりあえず大丈夫ですっ。そう。とりあえず大丈夫です。って言葉がありがとうっていう言葉で、はい、あの全部集約されてるっていう状態で、そ、はいはい、うくんが特大なやつを。そうですね。結局、こうみんなと寄り添ったがゆえに発生した、うん こう、港とはオッケーなんだけど、紬とはこうでっていう、紬、うん、に向き合った時の悩みが一番深いです。ごめんなさいっていう。うん 最大の問題が出てきたところで10話終了。ね、最終回どうなるんでしょうかというところですね。ねいやー大変だわ。やっと、でも、あの、話終わりましたので。ねえー、このあたりで一旦終わりたいと思いますけれども。うね、えう、ー、最,最終話の後もいろいろ喋ると思いますので、YouTube、ポッドキャストそれぞれチャンネル登録、フォローなどよろしくお願いします。はいえー、YouTube の、えー、僕らが寒い部屋でやっておりますので、SuperSanx <laughs> ーーという機能がハートマーク、にドルマークがついておりますので、そこ触ってみるとかもよろしくお願いします。はい 以上、大島康雄でした。高野美濃子でした。ありがとうございました。ありがとうございました。